もちろん私たちもね、危ないものを作ろうとも思って作ってるわけじゃないし、だから設計者っていうのは当然結構夜も眠れないぐらい不安なことっていっぱいあるわけで、壊しちゃいけないと思ってものを設計していくわけですね。で、私は1968年にそこへ入社して、デザインもやろうじゃないかということで、日立の大きい日立のですね、親の会社の日立の方から設計部分を、そっちへ移してもらったんですね。そこで、最初に手がけたのが今回爆発した福島第一原発の4号機ですね。もう若造だったんだけど、グループリーダーですかね、として担当いたしました。トラブルが発生しましてね、原子炉圧力容器の製造中に原子炉圧力容器がですね潰れてしまった。こう原子炉圧力容器というのは直径がですね大体、5メートルから6メートルあります。6メートルぐらいありますかね。で長さが20メートルぐらいあるんですけども、でこれを作るのに大体、2年半の年月がいる。で当時の値段でいうと、まあ今とはだいぶ値段が違うけれども数十億したと思いますけれども、ですからまあ失敗ができないということでしょう。でその間は東電にも教えない、それからもちろん国にも教えない。これをやると危険だぞということは分かる。これをやると違法、法律に反してるということも分かってる。だけれども、じゃあそれに従うと、会社が潰れちゃうかもしれないという問題がある。そのぐらい大きくなるとやっぱり企業というのは、安全とか法律を選ばない。でやっぱり危なくても会社が潰れない方、そういう方を選ぶという。そしたら日本が躍起になって、チェルノブイリはあれはソ連 の, 技術が下手くそだとか、それから、チェルノブイリは日本の原発とタイプが違うとかね、それから日本は安全管理が徹底しているとかって、そういうキャンペーンが始まったわけですね。で新聞で毎日そういうのが出てくる。で日本は安全に物を作ってるし、安全にメンテナンスもしてるし、それから運転の訓練もしっかりしてる、全然違うと。だから日本でものすごく大変なその反対運動が起きたわけだけども、それをこう封じ込めていくね、政府とか、電気事業連合会とかそういうところが始まってきたので、これは嘘だなと思って、まあいっぱいの人が来てる中でそれを僕が言ったんですね。そうしたら当然その日立はね、私を脅迫してきましたけどね。で翌日はやったと、だけども問題はないと、安全上問題ないと、それから国はですね、その私が言った日はすぐに、そんなことがあったら大変だと、調べなきゃいかんと言ったんですね。だけど翌日日立がですね認めて、それでやったことを認めて、なおかつ安全ですと、田中の言ってるような危険性はないというふうに言ったらですね、そしたら国もですね、日立がそう言ってることで、問題はないと